ひげ取ってひげひげ。もう一度一往復二往復入れて。やるときにメリハリつけて。倒れてる方からしゃがんで上体曲げて起こしての繰り返し。でゆっくり。え、ちょっと広くない？これ左、めっちゃ広くない？右、左、はい、広くない？それいや、お前何これ？はい、はい、止まらずに今からどんどん行くので、最初は止まらずにテンポよく、ね、テンポよくテンポよくはい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 え頭は柔らかくしてパッと反応すると青が両足両足にはい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 はなるべく止まらずに、止まらないで。白は手と足が違うもの。おい、白いよ、お前、グー。
で関係なく自分たちでいい準備をするっていうのはすごい大切だと思いますし、まあ、受け身になりすぎず相手のサッカーをさせるんじゃなくて自分たちのサッカーの時間を長くすることが、まあ、勝利につながるのかなと思ってます。試合できるのはすごい自分自身楽しみですし、知ってる選手も多くいるので、まあ、本当に楽しみにしてます。そうですね、まあ、本当にレベルの高い、まあ、日本を代表するような選手たちがたくさんいる中で、まあ、普段のトレーニングからすごい高い意識で、まあ、サッカーに取り組んでますし、まあ、そういったのが、まあ、去年とかも結果に出てるのかなっていうのは、まあ、個人的には感じているので、うん、まあ、本当に能力も高いですけど意識も高いというか、まあ、向上心をみんなすごい持ってサッカーしてるんだなっていうのを、まあ、3年間いてすごい僕自身は勉強になりました。うん、まあ、やっぱ対戦するときは勝ちたいっていう気持ちはすごい強いですし、まあ、成長した姿を、まあ、見せたい、うん、まあ、見せたいっちゃ見せたいですけど、まあ、チームの大分の一員としてしっかり戦っているところも見せたいですし、まあ、チームとして勝てるようにっていうのが、まあ、一番ですね。ありました、ありがとうございます。明日はウイニングゴール TV 見てね。